中世において、中世世紀とは、ヨーロッパ史において11、12、13世紀を中心とする時代で、歴史上の時代区分としては中世前期の後、中世後期の前とされる。中世後期は1500年までには終了したと考えるのが慣例である。ヨーロッパ史における中世世紀に、顕著な傾向として、大幅な人口像が挙げられる。 これによって、全時代からは、政治的、経済的に大きな変化が生じた。1250年の大幅な人口増によって、引き起こされた、経済成長は、地域によっては19世紀までは二度と、実現されなかったほど大幅なものであった。しかし、こうした、人口増加は、中世後期になると、しばしば発生した災難によって抑制されることになった。 780年頃以降、西ヨーロッパでは民族移動時代が終わりを告げ、政治的、社会的な組織化が促進された。南欧で繁栄したイスラム系諸国はヨーロッパにおける科学と哲学の復興をもたらした。ボローニャ、サレルノ、パリ、モデーナには最初の大学が設立された。バイキングたちはブリテン諸島やフランスをはじめ各地に定住したが、 同時に、キリスト教を国教とした、ノルド人たちの諸王国は、古地であるスカンディナビアでも発展を続けた。マジャル人は10世紀頃に侵入を停止し、1000年頃までには、キリスト教国である、ハンガリー王国として、地域の諸大国と同盟を結びつつ、中央ヨーロッパにおけるその地位を固めた。一過性に、例外的事件として、モンゴルの征服はあったが、 概ね、移民族の侵入はこの時代に終わったと言えよう。11世紀になると、アルプス山脈の北方にいた、ゲルマン人たちは、新たな土地を求めて、入植を始めたが、こうした、植民地の中には、ローマ帝国の滅亡後には荒れ地に戻っていた場所もある。ヨーロッパに残っていた広大な森林や湿地はこの時代に開墾され、工作地となったが、この変化は、グレート、 クリアランスと呼ばれる。また、入植活動は、フランク王国の旧来の国境線を越えて、東方の未開地に及び、エルベ川を越えて、東に拡張する過程で、ドイツ人の居住地は3倍に拡大した。依然として、強力な指導力を保っていたカトリック教会は、聖地を占領した、セルジュクトルコに対する一連の十字組遠征を、全ヨーロッパに呼びかけ、 それによりレバントに十字軍国家を建国した。北方ではバルト海の植民地化が行われ、イベリア半島ではキリスト教諸国軍がムーア人をレコンキスタによって駆逐し、ノルマン人は南タリアに植民したが、こうした活動はすべてこの時代に起きた人口の大幅な増加と、その結果としての移住のパターンとして読み解くことができる。中世世紀には知的で、 精神的な芸術作品の分野に多くの様式が生まれた。また、この時代にはエスノセントリズムの方がが見られるが、これは後に近代ヨーロッパ諸国に見られた国民国家の思想につながるものである。イタリアでは諸々の都市国家が交流し、イベリア半島ではアンダルスの勃興と没落があった。アリストテレスの著作群が再発見されたことは、 トマス・アクイナスをはじめとする思想家が、スコラ学を発展させるきっかけとなった。建築では、有名なゴシック大聖堂の多くの建設が、この時代に着工され、あるいは完成されている。中世世紀という時代区分は、中世後期の危機と呼ばれる14世紀に始まった、相次ぐペストの流行や、基金の発生よって区切られる。中世世紀という用語は、 中世を三分割したうちの一つで、他の二つは、中世前期と中世後期である。レオナルド・ブルーには、フィレンツェ人の歴史で三分割した、時代区分を初めて用いた、歴史家であった。フラビオ・ビヨンドは、ローマ帝国の悪化の歴史の数十年で、同様の枠組みを用いた。三分割は、ドイツの歴史家、クリストフ・セラリウスが古代、中世。 新時代に分割した普遍的な歴史を出版して一般化した。前半後半イングランドでは1066年のノルマンコンクエストにより王国はフランス語を話す、貴族に支配されることになった。ノルマン人は1169年に武力でアイルランドに侵攻し、砦は南東部にあったが、間もなく国のほぼ全域に落ち着いた。 スコットランドは後に独立を訴えたが、同様に、スコットランドとエールズは、同じ頃に征服された。中世前期の初め頃、ノルマンディー校はウィリアム一世が、イングランド王国の王位を主張した。ウィリアムは、イングランド侵攻を開始し、1066年9月28日に、サセックスに上陸した。ヘース・ティングズの戦いで、イングランド軍は敗れ、ウィリアムは征服者となった。 ウィリアムはこの時他に対した敵もほとんどなく、イングランドの残りを征服することができた。しかし、ノルマンディ公国にイングランド王国を吸収合併する計画はなかった。単なる大公としてウィリアムは、フィリップ一世に忠義を果たす義務があったが、独立したイングランド王国で干渉されずに支配できた。1066年12月25日にイングランド王になった。 イングランド王国とノルマンディ公国は1204年まで同君連合下にあった。ウィリアムから4世代後にはノルマンディ公国の大陸の領土はフィリップ2世に奪われた。チャンネル諸島などの若干のノルマンディの一部はアキテーヌ公国のほとんどと共にイングランド領のままだった。 アングロサクソンアサイングランドのノルマンコンクエストの時代に至るまでウェールズはそのほとんどで独立を保っていた。イングランドでノルマンコンクエストが起きると、ノルマンの領主の中にウェールズを攻撃し始める者がいた。多くの地域を占領し、イングランドのノルマン王の大君主制を認めたものの、かなりの地方の独立を認めながら支配した。長年にわたりこの マーチャー領主は、イングランドのノルマン王の大君主制も認めることが、珍しくなかった。様々な、ウェールズの王子に率いられたかなりの抵抗運動に、かい合いながら、ウェールズの多くを占領した。財務省が12世紀に、ヘンリー一世の下で創設され、最初の議会が、召集された。1215年、ノルマンディを失うと、ジョンは、イングランド君主の権力を制限する。 マグナカルタに法律として署名した。エドワード一世は1282年に事実上、ウェールズを占領し、1301年に、長男エドワード二世のためにプリンス・オブ・ウェールズの称号を創設した。カウニー城やハーレック城、カーナーボン城のような広大な城が証明するように、エドワードの占領は、冷酷で、続く抑圧は無視できないものであったが、 この事件は、約700年前の西暦5世紀の検討王国の、獣都人の王国が建国されてから初めて、ブリタニアの国土を単一の支配者が再統一したものであった。したがって前サクソン時代との関わりを再び持つことになったので、このことは中世イングランド史で非常に重要な瞬間であった。この関わり合いは、ウェールズ伝説により、 アングロノルマン人などの王国の国民を統一する政治的な目的に悪用された。10世紀中央から11世紀中央にかけて、スカンディナビア王国はバイキングの侵入に終わりを告げた結果統一され、キリスト教化し、ヨーロッパの政治に深く関わることになった。デンマークのクヌーズ2世はイングランドとノルウェーの両方を支配した。クヌーズ2世が1035年に死去すると、 イングランドとノルウェーは失われた。1130年から1240年にノルウェーで内戦が荒れ狂った。1227年にバルデマー2世が敗れるとともに、この地域のデンマークの支配は終わりを告げた。一方ビル・ゲル・ヤールの下でスウェーデンがバルト海北部とフィンランド南部に強力な拠点を築き上げる間にノルウェーは グリーンランドからマシ島にかけての大戦用の支配地域を拡張した。しかし、ノルウェーの交流は、1266年のパース条約で示されたように、同時期に、すでに衰退を始めた。中世世紀の時代までに、現在の境界線ではないけれど、カロリング帝国は、フランス王国とドイツ王国の後継国家に分かれ、置き換えられた。 ドイツは統合と政治権力が絶頂期に達した神聖ローマ帝国の旗の下にあった。フランス王国は12世紀から14世紀前半にかけて芸術と文学の発露の時代であった。バローア家の交流とともにイングランド王国との百年戦争の長引く王朝の危機と破滅的なペストの流行が起きた。1250年にフリードリヒ2世が死ぬと、 ドイツ王国は、息子のコンラート4世と反対派のウィレム2世のもとに、分割された。コンラート4世が死ぬと、国王が、全員の承認を得られず王子が、保有物をうまく固めようとし独立した支配者にさえ、なった時代である、大空意時代となった。1257年を過ぎると、王位は、ゲルフ島に支援されたリチャードとホーヘンシュタウフェン島に、承認されたが、 決してドイツの土地に足場を設けなかったアルフォンソ10世の間で争われた。リチャードが1273年に死ぬと、ルドルフ1世が全員一致で選ばれ、空域間は終了した。13世紀はドイツ王国の土地の管理方法に一般的な構造変革があった時代である。個人の義務の代わりに金銭がますます農業において経済価値を表す。 共通の手段になった。濃度はますます土地のために年貢を収めるよう要求された。依然として非常に土地に縛り付けられていたが、財産の概念は古代の財産権の形式に置き換わり始めた。領土では権力はますます束ねられた。土地を所有する者は誰でも他の権力から得られる財産権があった。しかしこの時代の財産権に、 司法権が含まれなかったことは特筆すべきことである。法廷を開くには重々しく、伝統的な慣習を当てにするかでなければ規則は慣習法であった。中世世紀には、ハンガリー王国は、中央ヨーロッパと西ヨーロッパにおいて、最も強大な国家であった。国民は、聖一首とバーン一世によりキリスト教家された。同時代の年代記記録者たちによれば、 王は非常に信仰心が厚く、ラテン語文法に造形が深く、自国民には厳しいが、外国人には寛容なく主であったということである。イシュトバーン一世は王国内に残存していた部族社会の風習を一掃し、国人に定住を強制し、また、キリスト教の信仰と倫理観、及び、キリスト教的な生活様式を導入し、政治的には、 ドイツの国家システムをモデルとする中世国家としてのハンガリーの基礎を築いた。イシュトバーニ一世に続く君主たちはセーラースロー一世のようにローマ教会と密接な関係を保つことを常としたがハンガリー王国内に安住の地を求めて避難してきた異教徒たちに対しても寛容な態度をとった。例えば13世紀にハンガリー王国に逃げてきた。 クマン人はこの例であるが、こうした態度が何人かの教皇の布教を買ったのも事実である。クロアチアとの同訓連合の形成及び軍商国家の併合により、ハンガリーはバルカン半島とカルパティア地方全域にその影響を及ぼす小帝国になった。ハンガリー王室は中世においてカトリック教会から最も多くの聖人を輩出した王家であった。 最北端は数カ国のキリスト教国に分かれていたが、イベリア半島の多くは711年以降、ムア人に占領されていた。11世紀と13世紀に再び北部のキリスト教王国は、イベリア半島の中央部と南部のほとんどからムスリムを追い出した。イタリアでは独立した都市国家が東方の海運貿易で豊かになっていた。こうしたことは特に、 ピサやアマルフィ、ジェノバ、ベネツィアの聖火県であった。中世世紀は、スラブ系のキエフ大公国の英枯盛水とポーランドの出現があった時代である。後に、東ヨーロッパの多くの国が侵略され、略奪され、占領され、属国となったので、13世紀のモンゴル侵攻が、この地域に大きな影響を与えた。この時代の前半に、東ローマ帝国は、 ドナウ川の南のバルカン半島を支配し、コムネノス王朝皇帝の下で、繁栄の復活と都会化があったが、この地域の支配は、1185年に、ブルガリアの反乱が、成功理に終わるとともに終わりを告げ、これ以降、マケドニアやトラキアのいくつかの地域やも、エッシアのブルガリア人、トラキアやマケドニアのほとんどの地域、北西部のセルビア人などの地域は、 ギリシャのビザンティン帝国の間で分割された。東と西の境界は11世紀に正式に分裂し、12世紀に時折協力関係の時代があったにもかかわらず、1204年、第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領する裏切り行為を行った。このことは東ローマ帝国に深刻な打撃を与え、権力はついには15世紀に、 オスマン帝国に奪われた。しかし、ラテン帝国の権力は、十字軍がアドリアノープルの戦いで、ブルガリア皇帝カロヤンにより敗走すると、短命であった。十世紀からほぼ十四世紀にかけての時代は、中世の温暖期と呼ばれ、比較的に温暖であった。この一時的に訪れた、温和な時代は、より寒い小氷期の到来によって終止符を打たれた。ヨーロッパで、 ワイン園が最も普及したのは商標期に入ってからなのではあるが、中世の温暖期には、スカンディナビアの北方でも小麦が栽培可能であったし、北イングランドでもワイン用のブドウが栽培された。農耕域の拡大は人口の増大を促し、1315年には150万人が犠牲となる基金が起きたが、ヨーロッパの人口は全体としては増加した。 また、人口の増加によってこの時代には新しい町の建設が促され、工業や経済の活動も活発化した。この時代には、食料生産も増進したが、従来のものよりも、思いすきの使用牛に代わる、馬の使用以前の二補正より、多くの種類の作物の栽培に適した三補正の導入といった、新技術の導入による部分が大きい。 ホシ式農法では、豆類の工作がよく知られるが、豆類を育てることで、土壌から養分として、重要な窒素が枯渇するのを防ぐことができるのである。ある研究によると、中世の温暖期はいくつかの地域では2000年代の10年間に、匹敵するかそれ以上の暖かさであったが、地球規模では2000年代の水準を下回っている。中世の温暖期の再構築は、 20世紀後半を基準にしたものを実質的に超えているように見え、いくつかの地域では過去10から20年間のものに匹敵するか超えている北、大西洋の多くの地域や南グリーンランド、ユーラシア側の北極地方、北アメリカの一部に対する暖かさを作り出している。中央ユーラシア、北アメリカ北西部、南大西洋の一部のような地域は、 例外的に寒かったことを示した。重騎士という身分が11世紀にはヨーロッパ全域で普通となり、馬上や理事会が考案されたのもこの頃である。馬や鎧といった重装備を準備する初期投資は簡単なものではなかったが、農度層にとって騎士になることは自由民になる一つの手段であった。12世紀になると、クリュニー修道院の修道僧たちが、 神学的に正当な戦争という概念を提唱し、テンプル騎士団に代表される、修道騎士団の創設を拒いした。貴族階級の身分の世襲はこの頃に始まったが、13世紀のドイツでは、貴族の肩書きほど輝かしいものではないとはいえ、騎士の身分もこの頃に世襲されるようになり、この風潮は他国へも広まっていった。1054年の東西教会の分裂は、 正式に、キリスト教会を二つに分けた。大分裂は長らく政治的、競技的際や、神学論争により一層傷つけられてきた東西の関係からもたらされた。顕著な例は、生体配慮には発酵したパンを用いるべきか、発酵していないパンを用いるべきかということと、五大宗主教座において、ローマ教皇の主張する、普遍的な権限である主意権や、 コンスタンティノープル総主教の地位の問題はどうあるべきかということであった。レオ9世とミハイル1世は4人の総主教にまで教皇の権威は及ぶかという論争の最後に互いを破門した。分裂後のキリスト教は西方のカトリック教会と東方の正教会との2つの教会でまとめられる。それぞれの教会は教義上、神学上、言語学上、 政治的、地理的な線で分かれ、根本的な不和の原因は、互いが相手を異端に陥ったと非難し、分裂を始めたことであり、決して癒されることはなかった。1095年に始まる十字軍の派遣。1182年の東ローマ帝国でのラテン系住民の虐殺。1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノープル占領と略奪。 総主教への配信行為は和解を一層困難なものにした。これらの衝突に加え十字軍兵士らが東ローマ帝国の聖意物をはじめとする宗教芸術品の多くを戦利品として持ち帰りコンスタンティノープル図書館の破壊したことも挙げられる。地中海地域の中世世紀は1095年から1291年にかけて聖地を キリスト教徒の手に奪還する目的でカトリック教会のヨーロッパの多くが行った一連の宗教上を認められた軍事作戦に支配された。作戦は東西キリスト教により他の集団に対しても行われたが十字軍は正党カリフの時代から近東を支配していたムスリムに対するローマカトリック軍により行われた。伝統的な十字軍の作戦数は 11世紀から13世紀にかけて9つを数える。十字軍はもともとムスリムからエルサレムや聖地を再獲得することを目的にしていて、作戦はアナトリア半島へのムスリムセルジュークトルコの拡張に対する助けを聖教会の東ローマ帝国から求められたことに対する返答として開始された。この用語は通常宗教的、経済的、 政治的理由の混合により、異教徒や異端、破門された人々に対してレバントの外側の領域で16世紀を通じて行われた、同時代や続いて行われた作戦を指すのにも、用いられる。キリスト教徒とムスリム両勢力の敵対関係は、第5回十字軍のルームセル獣ク長との、キリスト教徒の同盟関係のように敵に対する、周波間の同盟関係にもつながった。 十字軍は、遠大な政治的、経済的、社会的影響があり、中には、現代に至るまで続くものがある。キリスト教王国や政治権力の内紛のゆえに、十字軍遠征隊によっては、第四回十字軍のように、キリスト教徒のコンスタンティノープル略奪や、ベネツィア共和国と十字軍の間の東、ローマ帝国分割につながった、本来の目的から逸脱した例がある。 第6回十字軍は、教皇の正式な呼びかけがなく始められた、最初の十字軍であった。第7回十字軍、第8回十字軍、第9回十字軍は、第9回十字軍が、中東で十字軍の終わりを迎えて、マムルークとハフスワサの勝利で終わった。騎士修道会十字軍の関係では、中世後期の騎士団の模範となった、騎士修道会が創設された。 テンプル騎士団は敵意を持つ地元民や山賊から、キリスト教巡礼者を守るのを手伝うために、第1回十字軍が終わると創設されたキリスト教軍事組織であった。この騎士団は金融業に深く関わっていて、1307年、フィリップ教府王は、騎士団全員をフランスで逮捕し、異端の疑いで告発し解散させた。1314年に密かに、 クレメンス御世により赦面された。聖ヨハネ騎士団はもともと貧しい人や病人、聖地への傷ついた巡礼のために活動するために1080年にエルサレムで創設されたキリスト教組織であった。エルサレムが第一回十字軍に奪取されると聖地の管理と防衛にあたる組織に変化した修道会や騎士修道会になった。聖地が結局イスラーム教徒に 奪取されると、活動の場を、ロドス島に、後に、マルタに移した。ドイツ騎士団は聖地へのキリスト教巡礼者を援助し、病人や怪我人のために、ウトラメールで病院を運営するために、アッコ市で1190年に編成された、ドイツ騎士団であった。イスラーム教徒が聖地を奪取すると、騎士団は1211年に、トランシルバニアに移動し、後に破門されると、 バルト海のキリスト教家を目指して、異教徒のいるプロシアを侵略した。騎士団にとっての主要な異教徒リトアニア大公国が、キリスト教に改修する前後に、騎士団はすでにノブゴロドやポーランドのような他の、キリスト教国を攻撃していた。無視できなくなったドイツ騎士団の影響力は、1410年に、ポーランド・リトアニア・ロシア連合軍に破滅的な大敗を喫した。 タンネンベルクの戦いで封災された。タンネンベルクの戦いの後、騎士団は衰退し、1809年に正式に騎士団は解散した。全部で10回の十字軍が行われた。新しいキリスト教式学習方式は、はじめは、中世のユダヤ哲学やイスラーム教哲学が影響されたものであり、影響を与えた人で最も有名なのが、 アルベルトゥス・マグヌスやボナベントゥラ、ピエール・アベラールであった。スコラ学は、経験論を信条とし、世俗の研究、理性、論理を通じて、ローマ・カトリックの教義を支援した。キリスト教神秘主義や二元論におけるプラトンや、アウグスティヌスの信条、世界を本質的に悪と見る見方に反対した。スコラ学で最も有名なのは、 プラトン主義アウグスティヌスからアリストテレス主義に移行させたトマス・アクイナスであった。アクイナスは心が神の先行を通じて継承や思想を考え認める能力を与えられたタブラ・ラーサの誕生にあると書くことで心の哲学を発展させた。他に有名なスコラ学者にロスケリヌスやアベラール、ペトルス・ロンバルドゥスがいた。この時代の主要な問題の一つは 普遍論争であった。スコラ学の主流の様々な面の有名な反対派に、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス・ヤオッカムのウィリアム、ペトルス・ダミアニ、クレルボーのベルナルドゥス、サン・ビクトル学派の学者たちがいた。11世紀後半から12世紀前、中期に、キリスト教の修道院生活の黄金期の絶頂を迎えた。キリスト教の修道院生活は、 旧約聖書にある修道院生活などの聖書の例や理想を基範にしたものだが聖書の中の慣例として委託されたものではないキリスト教会の歴史の早期に発展し始めた実践である宗教上の決まり事により規制された国位をまとった僧侶のベネディクト会は聖ベネディクトの決まり事を順法する会内では 全体としての組織が共通の関心事を表すために存在する一方で個別のコミュニティがそれぞれ自治を維持している。たまに囲い込まれた僧侶や二層の死闘会は創設者、クレルボーのベルナルデスと関連してベナルディンと呼ばれている。死闘会は修道服の色は肩のところが黒い白服であり手作業と自給自足に重点を置いていた。 多くの大修道院は伝統的に農業やエールの醸造のような活動を通じて自活した。13世紀には卓発修道会の交流が見られた。卓発修道会は生計のために人々の施しに直接頼る修道会である。原則として時間とエネルギーのすべてを宗教活動に費やすためにイエス・キリストが辿った道を真似る最も純粋な 生活方法であったと信じて、個人的にせよ集団にせよ財産を持たない。フランシスコ会は1209年に創設された。聖フランシスコが聞いた説教により十二使徒の貧困生活に完全に自らを捧げることにした、感銘を与えた。緩やかな服をまとい、裸足で、福音的訓示の後は杖を持たず、悔い改めの説教を始めた。間もなく、 活動データすべてを寄付した有名な市民ベルナルド・ディ・クイントバルや1年で11人に達したと言われる仲間が加わった。カルメル会は1206年から1214年にかけて創設された。1190年代以前のカルメル山の飲酒誌に関する記録はないが、カルメル会の伝統は古代イスラエルの預言者の一門を継承したカルメル山の飲酒誌のコミュニティに 修道会の起源を重ね合わせている。この時期までにある一団がカルメル山のエリジャの井戸に集まった。この男たちは巡礼や十字軍兵士としてヨーロッパからパレスチナに行った男たちで、そこがエリジャの伝統的な家であるために一部カルメル山を選んだ。基礎は聖書女マリアに捧げられたと考えられている。ドミニコ会は1215年に創設された。 アルビジョは十字軍の後で、聖ドミニコは、都市の燃え出る住民の宗教問題に耳を傾ける、ベネディクト会のような、古い方の拓発修道会の献身や組織だった、教育を行うが、拓発修道会や、世俗の僧侶より、柔軟な組織を持つ新しい方の修道会を、創設しようとした。ドミニコの新しい修道会は、日常の言葉で説教するよう訓練された。 説教修道会であった。男子修道院が行った広大な農地で暮らすよりも、新しい修道士は、説得力のある説法で自らを、売り込み、物乞いで生き残ろうとすることになる。聖アウグス地の修道会は1256年に創設された。アウグスティヌスにちなんで名付けられ、この修道士は木造と十二使徒的な聖職者の、合わさった。 宗教上の生活を実践し、聖アウグスティヌスの修道規則に従っている。キリスト教の異端は11世紀以前にヨーロッパに存在したが、一匹狼の牧師や異教徒の伝統に戻った村のように、数も少なく土地の人物に限られていたが、11世紀初めに大規模な異端運動が起こった。元は都市の交流や自由な商人。 新しい金を基本にした経済があった。修道院生活の農村団が都市文化に調和して、さらに文化を形成し始めた、都市住民にはほとんど感銘を与えなかった。最初の異端運動は、南フランスや北イタリアのような、新たに都市化された地域で始まった。教会が、それまでに見たことのない規模の運動であり、その反応は語り派のような人々のために除去された。 一つであり、金を放棄した、都市商人の息子聖フランシスコのような人に、受け入れられ、完成された。カタリ派カタリ派は、グノーシス主義の集団による運動であった。カタリ派は、アルビジャンとも呼ばれた。当時のカトリック教会から、異端の楽園を押されたこの運動は、10世紀、中央頃に始まった。西ヨーロッパの至るところに存在したが、本拠地は、ラングドックと、 南フランスの周辺地域にあった。モンセギュール要塞はカタリ派の最後の砦の一つであった。1244年にモンセギュールが陥落すると生き残ったカタリ派はケリビューのアラゴンとの国境の別の山頂要塞に集結した。カタリ派は純粋なを意味するギリシャ語のキャスローズが語源であるとするのが最も有力である。初めて記録された要法の一つが 1181年に、ケルンからイタについて、ホスノストラ・ゲルマーニア・カタローズ・アペレットを書いた、エクベルト・フォンシェーナウであった。この名称は12世紀末から始まり、1181年に、年代史家、ジョフロアデュブルイユにより用いられた。この名称は、南部の都市アルビに関連している。中心が、トゥールーズや、近郊の地域にあったために、 この名称はほとんど正確ではない。カタリ派は、フランス南部やイタリア北部、神聖ローマ帝国南西部で強かった。ボスニア教会として知られる、ボゴミル派は、ボスニアで強く、ボスニア国王に支援された公的な宗教であった。カタリ派の二元論者は、歴史的な事件は、良い力と悪い力のせめぎ合いの結果であり悪い、方が世界を支配するが、 金欲主義や良い行いを通して支配されたり、敗北することが可能だと信じた。アルビジョア十字軍は、ラングドックのカタリ派の異端を除くために、カトリック教会が温度を取った20年にわたる軍事行動であった。実践的なカタリ派の数に重大な現象が見られなかったがオクシタニアの再編成にはつながり、フランス王の支配下に持ち込みアラゴンの影響による、 別個の地域文化と高度化を減らしながら、十字軍はフランスを中心にして行われ、即座に政治的な主導権を獲得した。カタリ派に戻ろうとするインノケンティウス三世の試みがほとんど成功せず、教皇の施設カステルノのピエールが殺害されると、武器を取ろうとするフランス貴族にカタリ派の異端の土地を提供しようと申し出ながら、インノケンティウス三世は、 ラングドックに対する十字軍を提案した。暴力はカタルーニャと文化的言語的に近い関係のフランスが土地を取得することになった。アルビジョア十字軍はトミニコ修道会や中世の宗教裁判の双方の創設と制度化に役割も果たした。シモン四世ドモンフォールは第四回十字軍に参加したフランス貴族で、 アルビジョは十字軍の有名な指導者であった。1218年にトゥールーズ包囲戦で死亡した。ワルドーハリオンのピエール・バルドーは裕福な商人だったが、1173年頃に霊感を受け、全財産を投げ打って説教者となった。あらゆる宗教上の観光は聖書に基づくべきだと考え、ワルドーハを開いた。ワルドーは1179年の 第三ラテラン公会議で説教する権利を剥奪されたが、これに従わず1184年に破門されるまで自由に説教を続けた。キリストの言葉に従って生きていないとして、キリスト教聖職者たちを批判し、職友上の売買や成人歴による成人数計の観光を否定した。北ヨーロッパでは海上貿易を推進する。 自由都市連合ハンザ同盟が後にハンザ同盟を支配することになる。リューベック氏が1158年の1159年に創立されるとともに12世紀に結成された。アムステルダムやケルン、ブレーメン、ハノーファー、ベルリンなどの神聖ローマ帝国の多くの北部都市がハンザ同盟に加わった。例えば神聖ローマ帝国以外のハンザ同盟都市に ケーニヒスベルク同様にブルッヘやポーランドのグダニスクがあった。ベルゲンやノブゴロドでは犯罪同盟には工場や中間商人がいた。この時代、ドイツはプロイセンやシレジアに向けて神聖ローマ帝国の領域を越えて東、ヨーロッパを植民地化し始めた。13世紀後半、マルコ・ポーロというベネツィアの探検家が 中国に向けてシルクロードを旅した最初のヨーロッパ人の一人になった。マルコ・ポーロが東方見文録で自身の旅を表すと西洋人は極東について知ることとなった。ウィリアム・ルブルックやプラノ・カルピニ、アンドレ・ド・ロン・ジュモー、オドリック・ポルデノネ、ジョバンニ・デ・マリノリ、ジョバンニ・ダ・モンテ・コルビーノのような東方への 数多くのキリスト教施設やニッコロデ・コンティのような旅行者が続いた。中世の大学の地図中世前期の哲学や科学に関する教授法は西ローマ帝国崩壊後に西ヨーロッパに残った古代ギリシア語本の若干の写しと注釈本を元にしていた。そのほとんどはギリシア語の知識が非常に限られていたためにラテン語でのみ研究された。 この流れは12世紀ルネサンス期に変わった。ヨーロッパの知的復興は中世の大学の誕生と共に始まった。レコンキスタでスペインやシチリアのイスラーム世界との接触や十字軍で東ローマ帝国の世界やイスラームのレバントとの接触を増したことでアリストテレスやイブン・アル・ハイサム、イブン・ルシュドの著作などのアラビア語やギリシャ語の科学文献にヨーロッパ人は 接することができた。ヨーロッパの大学は、実質的にこうした書籍の翻訳と普及を支援し、科学的なコミュニティのために必要な新しい基礎づくりを始めた。13世紀初めには、大学と男子修道院を通じて、科学思想の完全内向を認めながらほとんどすべての知的に重要な古代の作家の主要な作品のほぼ、 完全なラテン語訳があった。その時までにこの書籍に含まれる自然科学はロバート・グロステストやロジャー・ベーコン、アルベルトゥス、マグヌス、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥスのような有名なスコラ学者により発展し始めた。現代の科学的方法の先駆けは自然を理解する手法として数学をグロステストが重視し、ベーコンは 経験に基づいた接近法を称賛する行動にすでに見ることができる。フラマウロの世界図による1460年の世界の船様々な船が中世世紀に用いられた。コグ船はロングシップから進化したと考えられる一生であり、12世紀までに広く用いられた。建造には鎧張りの方法も用いた。キャラベル船は イスラーム教のイベリアで発明された船で13世紀から地中海で用いられた。ロングシップやコグセンとは違うが建造にあたってカルベル造船法を用いた。王藩を備えたキャラベルレドンダと重藩を備えたキャラベルラティーナがあった。12世紀と13世紀にヨーロッパで新発明や製造の伝統的な方法を管理する手法における革新。 経済成長に劇的な変化があった。100年にも満たない間に、世界のそれまでの1000年間の人類史より有効に発展し応用される多くの発明があった。この時代は、風車や水車語や、印刷、火薬、アストロラーベ、メガネ、現代も用いられる型のハサミ、改良された時計、大いに改良された船などの大きなテクノロジー改良があった。 最後の二つの改良は、大航海時代の夜明けとなった可能性がある。この発明は、外国の文化や社会に影響された。1187年、アレクサンダー・ネ・カムは、方位自身について、フレカジ取りに用いた、最初のヨーロッパ人であった。アルフレッド・クロスビーはこの技術革命のいくつかについて、ザ・メジャー・オブ・リアリティ、クオンティフィケーション・イン・ウエスタン・ヨーロッパ。 1250の1600で触れたの、主な技術視野も述べている。ブルガリアのコンスタンティン・ティーフを描写した、ボヤな教会のフレスコが、教会の壁画は、13世紀のブルガリア文化の傑作の一つである。ロマネスク建築と混同することなく、古典世界のロマネスクの伝統は、西暦1000年から13世紀のゴシック様式の、 西ヨーロッパに関係し、あるいはその後は地域に根ざしている。その前の時代は、だんだん前ロマネスク時代として知られてきている。この用語は19世紀の美術史や特に、ロマネスク建築の専門家により生み出され、ローマ建築様式の多くの基本的な特徴を維持しているが、非常に異なる多くの特色を発展させた。南フランスやスペイン、イタリアでは、 後期古代様式との建築の連続性があったが、ロマネスク様式は、カトリックのヨーロッパ全域に影響を与えた初めての様式であった。ロマネスクは、ビザンティン芸術特に絵画やブリテン諸島の芸術装飾の反クラシックエネルギーからも非常に影響を受け、この構成要素は非常に革新的で守備一貫した様式を生み出した。 安定した西ヨーロッパ社会が中世に現れたので、カトリック教会はその財源を貢献する絵画や彫刻に用いて、キリスト教芸術という言葉でその手法を導いた。東ローマ帝国でキリスト教芸術が発展すると、多くの中小美学が、それ以前にヘレニズム芸術で作り上げられた自然主義に置き換わった。 ビザンティン美術は主要な目的が正確に人や物を描写するよりも宗教的な意味を伝えることにあることを意味しながらもヒエラティックであった。ビザンティン様式は4世紀頃から1453年のコンスタンティノープルの陥落までの東ローマ帝国の数多くの芸術作品に適合した。多くの芸術品が中世世紀に作られた。 他の地域の中世芸術には、地域的な主題や、装飾写本のような技能専門性の分野があった。バスタイ修道院のファンボルトと、窓ゴシック建築は、フライングバットレスや戦闘アーチ、リブボールトが結合することにより、ロマネスク様式にとって変わった。それは、当時の宗教的な本質を持つ、精神的背景の影響による、水平線と格子が、 建物を高層化させた。それ以前の暗くて重いロマネスク様式に対し、ゴシック建築は、より明るく軽やかに構成されていた。アウグスティヌスは、光が神を表現すると時き、その教えを教会に反映させるように建築技術は改良され発展した。大きく、色彩豊かな窓が、豊かな光源を取り入れることを可能とした。今日に比べ、中世は、 鮮やかな色彩に乏しかったため、この大建造物が、当時の、あらゆる人々に、異譜の念を抱かせるものであったことは、想像に堅くない。複雑な構想化のために、建物を除罪で囲み、後にファンボールトが、天に向かう動きが起こった。神への崇拝が、この建物の相対的な巨大さによっても表現された。したがって、ゴシック様式の大聖堂は、 精神的な消化を求める人々が祈りを捧げる場所であるだけでなく、神の偉大さを知らしめる場所でもあったのである。ゴシック大聖堂の間取りは、スコラ学の規則にも合致していた。エルビンパノフスキーのゴシック建築とスコラ学によれば、それは区画と同じ形の副区画に分けられる。この特色は、当時最も有名な聖堂建築である。 ノートルダム大聖堂に示されている。様々な文化が中世世紀の文学に影響を与えた。中でもとりわけ有力な影響源はキリスト教であった。キリスト教とのつながりはラテン文学において極めて重要であったが、それはローマものの俗語文学群において民衆語にも影響を与えた。その他の物語群にはフランスもの、 ビザンツの国境守備兵の騎士道精神を扱うアクリティカカワ、そして最も有名であるかもしれない物語群であるブリテンものが挙げられる。ある無名のドイツの詩人は民族移動時代からのゲルマン神話をフランスやブリテンの女子詩の水準まで引き上げようとしてニーベルンゲンの歌を作った。その他、モンマスのジェフリーのブリタニア列王子をはじめ、 数多くの詩や詩伝がこの時期に書かれている。南フランスでは宮廷恋愛を歌ったトルバドゥールで有名なプロヴァンス文学が生まれた。これにはラテン文学とイスラム文化の影響を受けたイベリア半島や北アフリカの要素が入っていた。後にその影響は西ヨーロッパの様々な文化、ポルトガル、ドイツのミネゼンガー、シチリア、北、イタリアにも及んだ。 そしてその流れで、イタリアでは、ペトラルカやダンテの精神体が生まれ、ダンテはこの時代の最も重要な詩である、新曲を書いた。現存する中世世紀の音楽は、寄付法が、宗教施設で発展したために、事実上主として、宗教的なものになっていて、世俗音楽の寄付法に適用されるのは、後の時代のことであった。この時代の早期に、グレゴリオ聖火が、 教会音楽の支配的な形式で、他のオルガヌムや後には、クラウスラやコンドゥクトゥス、モテットなどの形式は、出典として、成果を用いて発展した。11世紀、グイード・ダレッツォは、初めて寄付法を発展させたうちの一人で、歌い手が、グレゴリオ成果を覚えやすくした。グレゴリオの単旋律成果がポリフォニーになったのは、12世紀から13世紀で、あり、 フランスのノートルダム学派の作品に現れた。後にあるスノーバや中世後期の音楽分野に進化した。12世紀の重要な作曲家は修道所のヒルデガルト・フォンビンゲンであった。最も重要な世俗運動はトルバドゥールの運動で11世紀後半にオクシタニアで交流した。トルバドゥールはあらゆる社会階層の出身であるイティネラントである。 ことが珍しくなく、様々な話題に関する歌を書いた。その形態は北フランスのトルベールやドイツのミンネザング、北イタリアの世俗のトレチェント音楽の作曲家に影響を与えた。ありがとうございます。